最終キングコング、お願いします。お願いします。なんですけど、うん、いやちょっと前の話になるけどさ、はいはい、俺ね、うん、生配信をね、うん、カジサクチャンネルでやったのよ、うんうん、でちょっとある面白い企画を思い浮かんだから、はい、その企画をやってたのね、はい、生配信で、うん、そしたら途中でね、うん、あったじゃないですか、山形と新潟の震災があったのよ、はいはいはい、うん、なるほど。で配信中に、はいはい、あの時にもう、うん、なんていうんだろう、普通テレビやったらさ、うん、スタッフさんがいて、うん、でスタッフさんが指示くれるやん、うん、こうしましょうとか、うん、これ言いましょうとか、うん、やっぱり自分のチャンネルの生配信なんかそういうスタッフさんはいないよね、はいはいはい、まあ、元安武はおったけど、うん、そういう指示出してくれないと、うん、で初めてやったのよそういう、うん、あ、緊急で生配信中にそういうことが起きた時の、うん、俺ねやっぱアナウンサーさんってすごいな、あ、冷静やもんな。いや俺ほんま俺大リスペクトになったわ。あ、出てこないよ言葉。あ、でもまあもちろん練習してるけどね。え、誰が？アナウンサーさんは、うん、生放送中に揺れたら、うん、これを言いましょうねっていう練習がレッスンがあってんのやから、はい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 、だから、うん、そんなやと思う。あー、まあね、なんていうの、なんかこれない、これってそのズレない、うん、例えば、うん、情熱大陸とかでな、うん、俺一回見たのかな、男子師匠が、うん、こうなんかこうやって講談でバーって喋ってる時に、うん、お客さんなんか携帯鳴らしたかなんか、うんうんうん、でそれに対して男子師匠が粋ないじり方して、うん、でこれをナレーションとかで、うん、すげえみたいな、あ、芸人はやっぱこの一瞬でこれ出るんやみたいな、でも俺男子師匠からしたらもうこんないじり何百回もしてるやん、うん、なるほどね、はいはいはい、はい、でもあれをなんか知らない人は芸人天才やとか言うけど、うんうんうん、これは違うくない？これカウント入れてほしくなくない？確かにちょっとちゃう。ちゃうよな。ちょっとちゃうよ。確かに。もうそれに近いかもしれない。アナウンサーさんから。ああ、そういうことか。それはもうずーっとやってきて、あ、揺れたな、じゃあこれでやる、その時はこのカーブ出しましょうね、かもしれない。なるほどな。うん、じゃあもう、大リスペクトから普通のリスペクト。全然リスペクトしなくていい。いや、それは違うか。それは違う。アナウンサーさんはアナウンサーさんですごいけど、その訓練されてるってのは素晴らしい。うん、いや、もうこれはまあまあちょっと不謹慎になっちゃうかもしれないけど、うん、西野もが同じ立場だとどうしてたんかなとか。ここは揺れてないでしょ、この場は。そうそう、東京は確か、うん、まあちょっと揺れたんかな、でも全然気づかなくて、うん、で生配信中やから、うん、コメント欄とかに来たんですよ、うん、そのずっとコメント流れてる中で地震がありましたよ、うん、ああ、はい、はい、でも僕はその時企画やってたから、うん、わあ喋ってたからコメント欄も見てないのよ、うん、あー、なるほど。ほんで気ぃついたらトンボがそこでカンペで、うんうん、地震があったみたいですっていうカンペだけ出たの、うん、時にあ、そうなんやと思って、うん、その時まだあんなに大変な震災とは思ってないの。あー、はい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 、うん、そうそうそう、だから東京で揺れたんかなぐらい、うん、ほんで聞いたの、地震、あ、そうなんや、地震あったんや、大変やな、うん、どんな感じの地震なんて聞いたら震度6強です、はいはいはい、そこで聞いた時に、うん、もう真っ白になって俺、ってなって、うん、こういう時どうしたらええやろうとかみたいな。で、どうしたの？結局、またね、これちょうど僕がやってた企画のゴール地点やったんですよ、うん、はぁ、あ、はぁ、あ、で、あとは結果発表して終わりっていう生配信だったんですけど、あー、なるほど。ゴール地点の結果発表の手前でその地震の情報が入ったから、はい、パーンって真っ白になって、はい、結果僕やったのは無理ですって言って、はあはあ、こんなに大変な状況になってる中で、うん、楽しくね、うん、結果発表はできないから、うん、どうしましょうみたいなんでちょっと、まあ、調べながらやってたんですよ、うん、どれぐらいの規模で、はい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 、ね、火事とかさ、はいはいはい、その津波情報とか、うん、調べながらやってたからちょっとつなぎながら、うん、まあ、つないだのが僕が、まあ、我々そうですけど阪神大震災を経験してて、うん、あれは大変だったんでほんま怖いですねとかつなぎながら、うん、一応僕も考えててどうしていいか、うん、で結果すいません、もうやめますって言って、うんうん、今は生配信やめときます言って終わったんだ、はいはいはい、ったんですけど、うん、でもなんか要はアーカイブってそれは企画が僕は大好きだったから残させてもらってんねんけど、うん、はい、もっとなんかさ、うん、こう何回もっとうまいことでけんかったかな。でも終わったん、ちょうどそれがちゃんと終わったんでしょ。ちゃんと終わったんですけど、うん、まあこれちょっとトンボさんがちょっとね、なんすか、ね、
トンボさんもだいぶ焦ってたんですよ、はいはい、トンボが焦りそうなん想像つくそうなんかテンパってそうなんなんでそんなテンパんのっていうの、ね、まあこれもね、まあ過去の話なんですけど、うん、トンボだいぶテンパってて、はい、安武もテンパってたんですよ、はい、で、まあ、みんなテンパってる中で、うん、まあトンボさんのちょっとしたデリカシーのなさがちょっと、うん、ここでも出すちょっと出たんですけど、はいはいはい、地震がありました、うん、言ってでうわやばいです ね、うん、ね震度6強マジっすかそれは大変です、うん、って僕はちょっとつないでしゃべってでさっき言ったゴール地点やったから、うん、僕はポロッと言ったんですよどうしましょうっつって、うん、これ発表、うん、でも僕の中ではもう 9.9、うん9999、うん、もうやめた方がいいな、はいはい、と思う10なんですね、ま、100じゃないですね10ですね今満点が満点が10 10のやつですね満点が10の競技そうそう、はい、10の競技、はいはい、けどなんか他にも言わなあかんことあるんちゃうかって、はい、そういうことあるんすよ芸人って頭の中で考えながら、はい、考えてたからこそどうしようかなっていう言葉が出たの、うん、その時に僕はでも 9.9 もう自由ですよ、うん、やめるって決めてんのに、うん、トンボがもうテンパりすぎて、うん、でもまあ結果発表がねおい怖いやつやなでも僕聞こえてないのあんまり、はい、もう考えてたから、はい、ですぐスパーンって、はい、でもこれで結果発表することはちょっと僕はできないんで、はい、みたいな感じで締めたんですよでも当時の記憶で言うたら、うん、みんなそんなトンボの言葉なんか覚えてもないし、はいはいはい、テンパってたから、はい、で終わって配信終わって、はい、いや大変やったな、うん、大丈夫かな新潟の方山形の方、うん、とか言いながらでちょっとどんな感じやったか見返そうかって言って、うん、見返してた時に、うん、その事実に気づいたんですよみんな、はいはい、時にトンボが壁でこうなってましたなんてことを言っちまったんだもちろんトンボも続けようなんか思ってなかったよ、はいはいはい、でも頑張ってるからなトンボもな何か言わないと、うんうん、そうですね結果表が本当結果表の直前だったんで、うん、でもまあ絶対言葉を間違えとんでもないな言葉は間違えましたでもすごいな思ったから生配信でこれはあぐるでしょ、うん、そういうコメント見てたらさやっぱそれ見つけんねんな何そのお客さんが視聴者さんが、うん、あトンボ続けようとしてたなあなるほど見つかんねんなでもこれはね、弁解しますけど、テンパってるからよ、もうこれは冷静じゃなかったんだ。トンボなんか全然続けようと思ってなかったんで、ただやっぱ名をつながなきゃいけないとかいろいろ考えて、それがもう一番アカンワードです。名をつなぐときにね、最低の接着剤を選んで。汚いうんこみたいな。これで繋いでんのみたいなめちゃくちゃ凹んでたねいやまあそれはなテンパってるからなどこまでやっぱ難しいの難しいよなちょっと俺難しいなと思ったね、うん、まあでも終わるが一番いいですよ ね、うん、そら判断としてそのスマホを開けてあげた方が絶対いいんだから、うんうん、あそうねそらそうだよ実家に連絡とかもうしたいだろうからスマホをこう開けてあげた方がだからその辺もさ、うん、俺後にずっと考えてて、うん、あん時どう言ったらよかったのかでもいろんな意見もらってて、うん、その動画にも、うん、あったのがむしろ続けた方が良かったんじゃないですかそれはゴール地点を言うんじゃなくて、うん、その状況でスマホしか見れない人もいますよみたいな、うん、要はそこで長い中継して、うん、調べて被害状況だったりとかここに逃げてくださいっていう情報を調べてもらって、うん、生配信、うん、スマホしか使えない人が、うん、カジサックのこれを経由で、うんうん、でカジサックにスマホかなんかで調べてもらうってこと、うん、そうこいつが調べたらよくない本当だねけどなんかとかあと、あ、そうそう、あとか、うん、あと、安心するみたいな、やっぱり被災したことある方が、うん、ああいう時で実はそういうのを見たかったりするんですよ、うん、安心するためにとかさ、うん、あ、それわかる、それわかる、あ、それわかる、うん、とはいえ、うまくできる自信もないやん、うん、そこで楽しくするのもちゃうやろうし、うん、でも今後俺も生配信やっていくから、うん、また同じことになった時にどうしよう、まあ、だから決めてた方がいいっすよね、うんうん、まず揺れたっていう情報が入ったら、うん、まず部屋からトンボ出てってもらうテンパって変なこと言うやんでもまあとか言っちゃうのすぐさ出ていけるんですよねその4文字一番だよ一番でもまあ置いといてみたいなダメ一番ダメなんだ、まず出さなきゃいけないね
お前出ていけ。それは勉強なのね。あ、そうですね。それがまず出ていけ。まあもう。西野さんどうする？いや、切ると思う。そこで切る。うん、切る。そのよう携帯を使いたい方がいらっしゃるだろうから、うんうん、まあそのね安心したいって気持ちはすごい分かるんやけど、あ、まあこれを多分使わせてあげた方が、うんうん、スマホで見てるだろうから。なるほど、そうかそうか、うん、そうやね。パソコンでもそうよね。結局パソコンでもそういう情報を調べるから。うん、はいはい。じゃあ間違ってはなかった。間違ってなかったと思います。間違ってたのトンボさんだけ。聞いたことないわ、そんな。そんな対応。普段ね、はい、アーカイブを残すっていう言い方をするんですね。はい、生配信した時にアーカイブを残すって言ったら、皆さんまた見れるようになる。うん、初めてかな、トンボが俺のとこスススって来て、うん、アーカイブ残すんですか。いや、これごめん、トンボ。俺はちょっと残すかなと思ってないけど、残すんですか。デモマーが入ってる。そう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 、デモマー。デモマー消したいもんね。トンボさんは言うつもりはなかった。急いで消したいんだから。でもあの手の生配信の動画を編集してたそのは俺は絶対したくないから。でもトンボの目は言ってはないよ。トンボ言ってはないけど、トンボの目が編集しろや。そうそう、目でおこは切ってほしいもん。まだってもうこれはトンボの擁護するわけないけど、それはもう言いたくて言った言葉ではなくて、もうテンパってしまって。ついつい出たワードがそれだったっていうことで、何の悪意もないっていう、これは事故なんですもんね。だから消したいっすよね、でもトンボさんからすると。あの時のトンボさん見てほしかったなぁ。もうこれが哀愁なんやって。おー、待ってる時も。それは胸痛いもんな、トンボからしても。そんなこと言いたくないし。痛いよな、胸は痛いっすよね。だすぐに出ていくっていう、まあ、トラブルがあったらトンボを話すっていう。トンボ話す、はい、でちょっと僕もちょっと考えますわ、ちゃんとね。そうある、うん、そういうことが今後もありえるかもしれないし、うんうん、それこそ毎週キングオブでもあるかもしれないから、まあ、これは収録か、これ収録か、うん、いつか生配信する、ね、生配信するときにね、まずそのトンボさんまず出すっていう二次被害をまず防ぐ。そうやね、そうすぐパッと出ていける。ほんまやな、うん、そうします。それがいいですよ、大変なことじゃないですか。ちょっとそれ見たくなってきたんだけど。 あるんですね。あるある、あります、残ってます、残ってんすね。すぐある、今出すなやったら。あ、来た、なあ、ちょっと携帯取って。トンボが大失言だね。だトンボ大失言、あの確実に僕何回も見ましたけど、うん、でもまあって言ってます。とんでもないなちょっと音量高くします。どの辺やったっけ、トンボ。後半やんな、だいぶ。もう大分後半ですね。この辺が、あ、この辺でも入ってます。焦るでしょう、この辺。ここで知ったの、うん。自信ですよね。そろそろやったっけ。対して、まあ、夜なんてね、なかなか 外には出ない方がね、こういう時はいいかもしれないですけど、なぜ安全に、ポジションという言い方が違うか、安全なところに移動してですね、はい、あの余震に気をつけてください。まあ、それはちょっと大変やね。この時トンボもすごい心配してる。あ、これちょっと飛ばすな。結果発表返すな。この流れで結果発表。これとはいえどうしますかね。まあでも結果帰れ。帰れ。お前なんか大事故が起きてるよこれは。
これテレビで言ってたらもう大問題よ。大問題よな、これ。まあでも結果発表って。すらこの流れで結果発表。バカタレが。すいません、なんか。すいません、もう本当に。ちょっとね、本当にトンボがいろいろすいません。まあちょっとね、そんな話だったんですけど、ちょっとコロッと話し変えていいですか。はい、あのね、この間ね、はい、まあこれ西野さんやったらどうするの、はいはい、という話だったりもするんやけど、はい、そもそもごめんなさい、西野さんって、うん、新幹線とか、うん、まあ道端でもいいや、うん、有名人に会った時ってどうしてる、うん、挨拶するしない問題があるじゃないですか。はい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 。ちなみに僕は、うん、前までは、前までっていうかあんまり気遣ってしなかった、うんうん、でも上沼恵美子さんと僕よくお仕事する中で、うん、上沼さんの教えで、うん、絶対に挨拶した方がいいって言われてて、なんでなんですか、その心は。その心は絶対に相手は嫌な気持ちにならないからっていう。ああ、はいはい。で向こうはひょっとしたら気づいてるかもしれないし、損はないっつって。はい。で例えばわかんないよ、例えばなんか有名な若い俳優さんがおって、うん、隣に女の子がおるとか、ね、うん、そういう状況で挨拶行くのは違うけど、はいはいはい、その単体でいる場合とかは絶対に行った方がいいと思いますよって言われてるから俺は行くようにしてる。はんはん。西野さんどうですか。行かない行かない行かない。行く。あ、だから行こうよ。俺も絶対に誰であれ行く今は。だって俳優さんがさ、新大阪でばったり会ってさ、うん、で、一緒に乗って、うん、俳優さんいてはるなみたいなんで、うん、挨拶行ってさ、うん、どうもってやって、うん、次、京都駅で女の子がパッて乗ってきた時に、うん、この俳優さんも立場ないで。まあな、そういうこともそう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 、だから結局そうなるから。そうそう、なるべく、ね、気づいてないふりをしてあげるようにする。なるほどな、うん、まあ、だいろんな意見があると思うんですよ、うん、で僕はそういうことになってるんですよ、うん、今絶対に行くっていう中で、うん、でこの間ね、僕と嫁2人で、うん、ちょっと妹さんに、僕たまに嫁と2人で飯行くんですよ、はいはい、で子供は嫁の妹さん来てもらって見といてもらって、うん、ちょっと2人の時間で飯食いに行くと、うん、でちょっと近所のよく行く、まあ、美味しいね、うん、フレンチイタリアンみたいなところがあるんですけど、うん、そこ行こうかって、店狭いんですよすごい、うん、ね、でもめっちゃ美味しい、うん、わーって2人で予約して、うん、空いてますかね言ったら、今からです言ったら、一席だけ空いてますって、ちょっと狭い状況になっちゃうんですけど、うん、あ、全然じゃあ行かせてもらいますって言ったんですよ、うん、でボロボロって入って席座った、本当にもうこれぐらいの距離感なんですよ、隣の席の方がこれぐらいしか幅がないみたいな、で4人座ってはって、うん、でチャッて見たら、うん、山下真司さんやってん。はいね、はい、山下真司さん、うん、昔で言うたらスクールウォーズとかで出てらっしゃった食いしん坊万歳の、はいはいが、なかなかベロベロに酔ってる。あ、はいはい、で、しんじさんと、あ、ごめんなさい、山新さんと、うん、あと、あ、すみません、山下さんと、なんでもええわ、呼び方しんじさんでも俺スルーしてるんやから次聞きたくて山下さんと、はい、まあ、どうなのな、まあ、多分知人の方が4人でおって、はいはい、時に、うわ、チラッて見えたから、うん、どうしようかなって思う。これ難しくない？面識ある？ないのに。うわお、でもお互いのこと知ってるかもしれないよね。かもしれない。知ってるかもしれない。そうそう。で僕も帽子かぶってたけど、うん、ご飯食べるときは帽子取りたいし、うん、ってなったらまあ分かる、分かるか、はいはい、知ってくださってたら、はい、ってなった時にやっぱり僕は上沼さんの教えがあるから、うん、これは行こうと思って、はいはい、帽子取って、うん、すいませんって近づいていって、うん、カジュアルです、キングコングのカジュアルです、初めましてって言ったら、うん、山下さんむっちゃいい人で、うん、めっちゃいい腕張ってんけど、おーどうもどうもどうも、で、あーどうもどうもスーつって、あーどうも楽しみにしてーって、うん、あースーつって座ってんけど、はい、こっからなんですよ。なんですか。これさ、芸能界あるあるでさ、うん、そういう状況であった時ってさ、うん、奢ってくれるたりする。ああ、そのパターンが多い。はい、本当に多くて、はい、僕もたくさんの人に奢ってきてもらったんですよ。うん、たまたまで、例えば今パッて出てきたのが勝俣さんに、はい、たまたま一回店で奢った時に、うん、もうお会計済ましてもらってたりとか、そういう経験結構してると。た、うん、中で、あれってなって、うん、これ下手したら山下さん奢って、なるほど、ってくれるんちゃうかなって思ったんが最後で。はいはい、もう注文できないよね。あー難しいな。しかも何だったらさっきの距離感やから、うん、自分たちが頼むのも聞こえるぐらいのレベルなんですよ。うわー難しい。でもたまにの嫁との一晩、うん、結構贅沢しようかっていうテンション。はい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 。でも、うん、そこでさすがに渡り狩りのほにゃららとか言いづらいみたいな。で俺食べたくもないペペロンチーノ。で、結局どうやったの？
結局、うん、結局はまあ自分で払う。うわ最悪の結果。食べたくもないペペロンチーノを食べて自分で払ってしもてる。全部裏目に出てる。2回裏目に出てる。俺と嫁の店出て、うん、2人ともちょっと首ひねった。そうやな。何やったんやろ。いやむずいなぁ。そうですよ、首ひねったのおごってくれなかったんじゃないですよ。じゃなくてな、じゃなくて、うん、この時間何だったんだろうみたいな。いやむずいな。もうその声では喋れないから嫁とも会い込んだことなんですよ、うん、これひょっとしたらあるぞ、うん、ってなった時に、うん、まあ、僕が気遣いすぎてたのもあんねんけど、うん、だから嫁も若干気づいて、うん、そうだねじゃないけど、うん、だ本来生ハムとかいろいろとか頼んでたんやけど、うん、なんか結局なんかペペロンチーノとなんか嫁は頼んだかな、うん、サラダみたいな。うわーむずーバリむずない、むずいわー。どうする。まあでも西野さんそもそも行かない。でもその距離感、その距離感でうわスクールウォーズ見てたやろ。いや見てないわ。食いしん坊万歳は見てないね。でも山下さんは知ってる。知ってる知ってる知ってる。でもその距離感取ったら、うん、あんたさすがに行くじゃない。いや行くっていうのはその挨拶、まあ、挨拶はな、するよな。もうさすがにだってもう動かれへんでもんな。動かれへん、動かれへんからそれはするわな、うん、するよな。した後な注文むずいな。むずいんですよこれが。むず頼める。いつも通り、まああんたそもそも高いもんとかあんまり興味ない。まあそうやけど、うん、ちょっと気にするよな。ちょっと気にするなやっぱり。逆やったらどうする、うん、おごる、おごれへん。いやいや、後輩がいたら、後輩がいたらいやおごる、おごるよな、うん、そうやねん、そうやねん、そうなんですから。僕もこれカッコつけじゃなくて、例えば僕4人でおって後輩の夫婦が来たら、うん、僕は当然おごるんですよ。まあ芸人は特にな、そういう吉本はそういう風習だったから、うん、そう難しいのが山下さんと僕ってその業種が違うから。違うしな。じゃあ僕が若手の俳優さんで軽く顔してる子やったらどうするかって言われたら、どうする、おごる？いやまあ挨拶されたらおごると思う、うん、やっぱり。さすがやな、それちょっと聞きたかった。おごるか、うん、でも難しいけどな俺は、うん、むっちゃ考えると思うねんけど俺はね、まあ、西野やったキャラクターの話ええと思うねんけど、うん、俺はビビりやから、うん、ほんまに、うん、そこでじゃあ初めて会う顔はしてる若手俳優さんが来た、はいはいはい、おごりたい、はい、けどおごった時に、うん、あいつなんなん思われる可能性もあるんじゃないかな。何勝手なことしてんねんみたいな。しかもそこそこ売れてるやろうし、山下さんも悩んだかもしれんで、もしかすると、うん、夫婦で来たはるし、うん、梶原夫婦が来たはるし、うん、これ旦那さんを立てなあかんから、うん、出してええんかなみたいなあったかもしれんで、うん、でもその思考回路がないぐらい酔ってたけどそれが、もうそれやったらもうええんちゃう、高いもん。もうベロベロになったらやろ。もう、ほんまこんなんやろ。もうちゃうええよ。それ考えてない、もう見えてないもん、ほぼ。スクローズの山下さんが中に。高いやろ、ほら。阿波踊りしてもらうやん。こうやって。阿波踊りしてはったらもうええんちゃう。阿波踊りしてはる場合は別にもう気にせずに頼んだ方がいい。線引きはそこちゃう。阿波踊りをしてるかいなかった。してはったらもう別に気を使わずに。そうね、そりゃそうじゃん、阿波踊りしてたらもうそんないやー、ろれつもあんまりしっかりと回ってないもういいよ、じゃあもういいんだってそうか、その時はじゃあしっかり頼んで。もうでも難しいわ、街中でタレントさんと会うのはほんまに。で、俺挨拶でもね、してよかったなと思う時の方が多いよ、うん、やっぱり。まあな、ちょっと怖かったりもするね、会ったことない、うん、例えばね、最近で言うと清原さんが新幹線僕乗ったら、うん、後ろが清原さんやって、うん、うわってなって、これまた、まあ、どっちみちこれ挨拶せんと俺リクライニングも大変だし、挨拶しようと思って、はい、も清原さんもなんかこんな感じで外見て、はいはいはい、じゃあ感じも出してるし、はいはい、わちょっと怖いな、で俺も喋ったことないから、でもいや挨拶しよう、教えもあるしと思って接しますって、こっちパッと取って、はじめまして、梶原ですって言ったらさ、清原さんわざわざ立つのよ。うわ、立って、あ、どうも清原です、スポーツマイヤー。いや俺もあれ見た時もう感動して、それで思い出したわ。え1年目か2年目ぐらいの時に、うん、もう1年目とか2年目の時とかってもうゲストで、うん、出まくってるから、出てたね。で自分らが メインなわけではなくて、芸能人がたくさんいる中、うん、自分たちがポツンといるみたいなことで、共演者も誰かよう分かれへんねん、まだよ、誰と共演したかもよう分かんないし、そもそもこの人をテレビで見てるだけの人だったか、うん、共演したかの判断もつけへん、うん、これは。そうね、あるね。お前が俺んとこ来て、お前、うん、新幹線乗って、うん、
2人乗りました。でなんかタバコ吸ってたんかな、帰ってきはってガジャルさんが1戦目の僕のとこに帰ってきはってラモスさんいてはるで挨拶的みたいに言われたからあそっかラモスさんいたのやと思ってあって言ってラモスさんのとこ行って帽子取っておはようございます銀行2所ですって言ったらはって言われた共演してんかったやないかラモスさん俺のこと知らんかっただお前1年目のはいそりゃそうやわラモスさん全然知らんなんか兄ちゃんが帽子脱いでキングコング西野ですってもう訳が分からんはしてるやつに行かせラモスさん来たんだよいやラモスが悪いラモス悪ないわラモスからするとようわからん兄ちゃんが帽子取ってキングコング西野ですっていうようわからん誰みたいな感じになってんねんその辺むずいなむずいねんだ逆でやっても俺もはーってなるか全然知らん若い子が来て、うん、どうも、スペシャリズムの、田中ですって言われてもスペシャリズムってなるかどっかで絡んだ俺スペシャリズムの田中とってなるよそらラモスさんも嫌な人じゃないんやから困ったあったわそうよなそうや2回言ったもんもっとかスペシャリズム言われたら俺らは芸人やから芸人かなって思うから、うん、もっとやなラモスさんからするねラモスさんからすると、うんうんよく、そうやな そうだよ、なんかよくわからない、仕事の誰それですとか言われた、うん、店の名前かもしれないし、キングコングっていうのがまやコンビ名なんか直結やんのまやなキングコング2所ですって言って、ふんって言われたからあ、キングコングの2所ですもう一回言ったんやじゃあもう一回ラモスさんがうんあ、俺これはめられたなあいつやりやがったなはめさんやりやがったあいつで、3つ目はお前は失礼しましたって言ったの失礼しましたお前共演してへんやないかすいませんでしたってないねはい、挨拶してあー、笑った、じゃあ食いしん坊バンドで毎週キングコング